はい、皆さんこんにちは、島田ういです。今日はうさぎの赤ちゃんの生後3日目から1週間までの様子をご覧いただきたいと思います。今見ている映像はですね、赤ちゃんハウスをみんなで見守っている映像です。それではご覧ください。はい、こちらですね、生後3日目になっておりますね。うっすらとね、毛が生えている様子がご覧いただけるかと思います。結構ね、お腹がてっぷりとしておりますけれども、お乳をね、かなりたくさん飲んでいます。で、うっすらね、歯の方も見えてきておりますね。はい、こっちがね、生後4日目になります。もう昨日の3日目に比べてだいぶと毛も生え揃ってきたかなという感じがしますね。この子は多分おそらく茶色とシルバーになりそうな感じですね。もうね、一人で結構動いたりとか、お母さんを探しに行ったりとか、自分でね、お乳の方までよちよちと歩いて行ったりしますよ。うん、結構自分からね、お母さんを探しに行ったりとか、すごくね、活発に動いていて、お腹見てもらったらね、ぷくってなっているのがわかると思うんですけれども、お乳をね、ほんとたくさんね、たまちゃん、お母さんからもらっていてですね、かなりお腹がてっぷりとしております。はい、こちらがですね、生後5日目になっております。もうね、目の方が、もうそろそろなんか、線の方が濃くなってきて、飽きそうな気配もね、してきているところですね。で、かなりね、もう毛がふわふわになってきていまして、ちょっとね、お掃除の時とかね、ピッて溶けたりするんですけど、すごくね、ふわふわしていて、そしてむっちりしていてね、触ってて気持ちいいです。そう、そしてね、お母さんとこう並んでいるところが撮れたのでね、すごい大きさの差だなと思って撮ってみました。やっぱりお母さんでかいですね。すごい、白の子、茶色の子だ。さあ、そしてこちらがですね、生後7日目になっております。ね、トネヒラサイズなんですけれども、だいぶともうね、毛の方もしっかりしていて、そしてね、こう裏向くとですね、口のピンクとね、もうお腹の毛も結構びっしりとね、生えております。もう目もね、両目とも結構線が深くね、入ってきているので、まあ、もうそろそろあと何日かしたら開くんではないかなと思っております。結構でっぷりしてるでしょ。お腹はね、結構何色なんだろう、シルバーっぽくなるのかなとは思っております。たまちゃんがね、白色で、しゅうくん、お父さんがね、茶色なんですけれども、またね、全然違った色ができそうな感じがしております。あ、お母さんが出てきましたね。はい、そしてお母さんと赤ちゃんが2人でいる様子を映しました。さあ、ここまでがね、生後1週間の成長記録でした。またですね、1週間後からもね、撮影していきますので、ぜひ皆さん、高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。